中市の魅力をお伝えするテレビ広報まるごと府中、キャスターの山崎彩です。今回は中学生がさまざまな仕事を体験する職場体験学習の現場に密着します。職場体験は企業のほか府中市役所でも実施されており、今日は広報課の一員として職場体験に参加している生徒が同じく市内で職場体験に参加している同級生の取材を行います。さあ一体どんな一日になるんでしょうか。最後までごゆっくりお楽しみください。中はトップリーグのチームが2つもある全国でも珍しい町だからこそ、ラグビーを中心にしてスクラムを組んでいきたい。ラグビーが盛り上がれば府中の町も人も元気になる。ラグビーの力を府中の力に。各私立中学校では中学生が社会との関わりを深めることなどを目的に生徒を事業所に5日間派遣する職場体験学習に取り組んでいます。市の広報課で職場体験を行ったのは宣言中2年生の熊尾英吾くん。今日は広報課が年4回発行している子ども広報ケヤキッコの記事を作るために同じく職場体験に参加している同級生の様子を取材します。中市の広報課に職場体験に来ている熊尾くんにお話を伺います。熊尾くんよろしくお願いします。お願いします。今日で職場体験は何日目ですか。今日で2日目です。2日目、はい、この2日間の間にちょっとやった仕事っていうのはどんなことがありますか。府中市の広報誌の構成と府中駒の PR 活動を欅並木で行いました。普段こう部活とかはどんなことしてますか。部活ではなくてクラブチームでサッカーをやってるんですけど、プロサッカー選手になりたいと思ってます。あ、はい、いいですね。心が強い感じがしますね。ありがとうございます。じゃあ今日の目標を教えてください。今日は、質問の内容をしっかりと返ってきた答えをポイントポイントでしっかり押さえてまとめて、で記事にしっかりとできるようにしたいと思います。頑張ります。頑張ってください。1軒目の取材先は白糸台にある安井ミート。精肉、加工肉、お惣菜の販売やレストランの経営も行っているお肉屋さんです。中入って。すいません、失礼します。いや、お店の中に入ってきました。さあここからどんなことをしますか。これからですね、安井ミートで体験をしている同学年の生徒に、自分でまとめてきた質問がありまして、仕事内容だったりとか、心がけていることなどを、聞いて記事にできるようにまとめます。おお、何個書いてきたんですか。9個ですね。9個。じゃあその質問全部するわけですね。はい、そこでまた記事をまとめる。はい、楽しみですね。頑張ってください。はい、はい、じゃあ今日で2日目ですね。はい、接客時に心がけてることとかあります。大きな声でいらっしゃいませなどいうことです。失敗してしまったこと。失敗、豆腐の汁をこぼした。僕は味噌汁を少しこぼしちゃった豆腐の味噌汁こぼした豆腐の味噌汁こぼしちゃった。取材が終わりました。はい、取材してみていかがでしたか。取材の受け答えからして、みんな慣れてきてるなっていう感じがして、昨日は緊張したと思うんですけど、僕も緊張したんですけども、帰ってきた内容もしっかりとしてたので、しっかりとメモを取れたんで、それをしっかり記事にできればなという感じです。2件目の取材先は緑町にあるデンマークイン府中。
志先進国デンマークへの視察を重ねて構想を設立された介護付き有料老人ホームです。今日中学生の職場体験ちょっと自己紹介させていただきます、よろしくお願いします。今カメラで撮影してましたけれども、はい、普段カメラ使ったんですか？使わないですね。こんな立派なカメラは。いや、持ったことないですね。じゃあどんな写真撮れた？見えるか？こんな感じですね。おー。さっきのとんかつ屋さん、安井ミートさんではどうでしたか、写真撮影？生徒の顔がこう切れちゃってる写真があって、まあ、そういう写真がもったいないなっていう、顔全体を写した方がいいっていうふうに思いました。今はできましたか？それ今はできました。体も全部映せたと思います。じゃあもう反省を生かしてバッチリできましたね。はい、はい、お疲れ様です。早速、仕事内容を教えてください。入居者さんのお風呂から上がった方のドライヤーと食事の準備とか配膳をしてます。はい、ここに来てちょっと気づいたこととか驚いたこととか何でもいいんですけど。自分たちのおじいちゃんより10歳とか上の方がたくさんいらっしゃる。元気のなんか秘訣的な、そのここでやってるなんか体操だったりとか運動だったりとか、なんかレクリエーションみたいな、そういうものを教えてください。あ、入居者さんが自らピアノを弾いてみんなで歌ってました。ここのデンマークイン府中で、最初の日とかに心構えとかなんかモットーみたいな。あ、書いてある。スマイル、うん、スマート、スマート、スピーディー、スピーディー、スペシャリティーと、なんて読むの？わかんねえな。まあちょっと後で聞こうかな。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんお疲れ様です、はい、どうでしたか熊尾くんのインタビューは。いや、しっかり仕事してるなってちゃんと質問まとまっててよかったなと思います。どっちも緊張してるので落ち着いて話せるようにっていうのを意識しました。はい、お疲れ様でした。いろんな府中で働く人たちを見てきましたけれども、はい、見てみてどうでしたか？実際にかっこよかったです。やっぱりなんかその一体感があるというか、その一人一人がしっかりとその目標を持って意味を持って働いてるなって思いました、うん、将来の夢、まあね、サッカー選手と言っていましたけれども、はい、今回の体験を通して学んだこと、発見とかありましたか？サッカーはやっぱりチーム内でもコミュニケーションが大事なので、そのアドバイスだったり何だっていいんですけど、コミュニケーションが大事なので、そういう部分では、まあ、コミュニケーションをしっかり取るその実践の場として、まあ、練習になったんじゃないかなと思います。では最後にですね、記事を書く上でこう意気込みを、その各事業所で体験している生徒が学んだこと、その、まあ、それぞれが学んだことをまあ、他の人が見た時にでもその学んだことを共有できるような、そんな記事が作れればいいかなと思います、はい、素敵な記事を作ってください、はい、今日はありがとうございました。そしてお疲れ様でした。お疲れ様でした。熊尾くんが取材した様子をまとめた記事は子ども広報ケアキッコ11月10日号に掲載されます。ぜひご覧ください。市では令和2年度中学生職場体験の受け入れ事業所の募集を行っています。職場体験学習先として中学生を受け入れできる事業所の皆さん、ご協力をお願いします。続いては府中市発行の広報誌、広報府中からのお知らせです。10月27日日曜日に総合防災訓練を実施します。この訓練では指定避難場所および一時避難所となる市内小中学校を地域の防災拠点と位置づけ、自分の命は自分で守る自助と、自分たちの町は自分たちで守る共助の考え方を基本とした
防災訓練を実施します。ぜひご参加ください。いざという時の震災に備えて、日頃から建物の耐震性の確認や非常食、非常持ち出し品の用意などを行いましょう。WBSC プレミア12に向けて野球オーストラリア代表事前キャンプを行います。11月2日土曜日から17日日曜日に、メキシコ、台湾、韓国、日本で世界野球ソフトボール連盟の上位12カ国が参加する WBSC プレミア12が開催されます。この大会はオリンピック予選を兼ねており、本市がホストタウンとして登録されているオーストラリア代表は、この大会でアジア・オセアニア地域で1位となれば、東京2020オリンピックへ出場することができます。この大会に参加するため、オーストラリア代表チームが市内で事前キャンプを行います。ぜひお越しください。スマートフォンアプリを活用したポイントラリーを10月30日水曜日から国分寺市と合同で開催します。この催しではスマートフォンに国分寺府中観光アプリぶらり国府をダウンロードして、対象施設を巡り、写真撮影やクイズに答えてポイントを集めると、先着や抽選でモバイルポーチやオリジナルステンレスボトルがもらえます。ぜひご参加ください。12月2日月曜日に開催するノルディックウォーキングイベントの参加者を募集します。2本のポールを使いながら歩くノルディックウォーキングは、普通のウォーキングに比べ 1.3 倍程度のエネルギーを消費することができます。市では元気一歩サポーターと協働して、効率的に有酸素運動ができるノルディックウォーキングのイベントを開催します。ノルディックポールを使った歩き方の説明もありますので、初心者の方もぜひご参加ください。申し込みは10月23日水曜日から保健センターへお願いします。詳しくは広報府中10月21日号をご覧ください。広報府中の配布をご希望の方は、広報課広報担当へお申し込みください。続いては、先日23年の歴史に幕を下ろした伊勢丹府中店についてのお知らせです。伊勢丹府中店が23年の歴史に幕を下ろしました。平成8年4月、府中駅南口の再開発事業で最初に完成したのが、地元商店街の専門店街フォーリスト伊勢丹府中店。同時に市営駐車場や周辺の道路なども整備され、府中駅南口一帯が魅力あふれる街へと生まれ変わりました。しかし23年の月日が流れ、インターネット通販などが躍進、百貨店離れの波に押され、伊勢丹府中店も閉店となりました。営業最終日となる9月30日午後7時の閉店時には、入り口付近におよそ1000人もの人が詰めかけ、伊勢丹府中店の閉店を惜しみました。23年間の長きにわたり、府中の町の方々に支えられ、本日まで営業させていただきました。明日からはお買い物のお手伝いができないということで、本当にご迷惑をおかけしますが、申し訳ございません、閉店をさせていただきます。23年間本当にありがとうございました。丸ごと府中はこの辺で失礼させていただきます。次回もお楽しみに。さよなら。